中の人うまいよ決定戦。誰がうまいや。昨日の動画で公開されてるんですけど、4人の中で誰が一番うまいんですかモンスト。ひららさんの方から中の人で一番誰がうまいのっていうのをねやっていきたいと思います。はい、はい、はい。なりますね。気になりますよね。うん、ということで昨日と同じく解説はねひららさんに来ていただいております。はい、お願いします。早速なんですけど、中の人うまいよ決定戦ではまずはタイムアタックラウンドと、グランプリ同様のビッグバトル形式での勝負をしようかなと思っております。はい、ビッグでやっぱそこもねうまさに関わってくると思うのでね、なのでまずはタイムアタックラウンドですけど、タイムアタックラウンドはつく読みをしていただこうかなと思います。はい、皆さん各々のキャラクターで、で、モンストの方でするのでスタジアムではないので重複キャラはありです。フレンドとかもあるのでね、はい、身とかも自由につけてもらって問題ないです。ビッグバトルの方はお互いにグランプリ同様の形式でやるので、お互いにそれぞれキャラを設定していくというようなことになります。上位2人だけで争っていただくのでね。そうなんだ。つく読みの結果を元にってこと。そうです、うん、なのでタイムアタックラウンド1位の方が先攻後攻どちらかを決めるあそうです、そういうことなのか。そうですよ。いやまた王ついちゃってるからな。王、ついてるね。王ついちゃったら取りがちだからね。取らないといけないから。では皆さん早速ねタイムアタックラウンドからいきましょう。スタート。僕らは今パナエさんだけ見れる状態になってますので、パナエさんの言いながら緊張するね。パナエさんはウリエル、カムイ、マナ、カムイというようなメンバーになっております。初手はイケヌケ。イケヌケ。ちなみにパッチョさんは何のキャラでいってるんですかね。無視タイムアタック集中してるから無視。クレオパトラ、カムイ、マナ、タンポポです。タスギ、マナ、カムイ、ウリエル。なるほど。続いて刺身さんはどうか。あ、違うんだな。うまい、うまい、めっちゃうまい。タンポポ、カムイ、弁財天、モンタル、ティアマトがいる、ティアマトがいるところですね。早い早い。これは…あ、失敗した。マナさんもね、そろそろ追い上げができそうな。できてるよ。バチさんもすでにボスフェーズに入っている。ボスフェーズ入ると重力バリア出なくなりますからね。いやーそっからね結構楽になりますよね。そうですね。はい。あ、やばい。マナとか例えばモーツァルトとか重力を、ね、スピードアップで時間食うんだよな。持ってるキャラは惜しい。なんだよこのミリの持ち。エイジ重力も全部ね外してきたんや。外してきた。プロみたいなことしますね。どうだ、弱点入るか。綺麗に入る。ボス2、ボス2。ボスラスト。打たない選択。打たない選択。打った方が良かったな。さあどうでしょう。ここは終了。おお、早い。終了。おお、早い。早い。終わったよ。拾わないとちょっとだけ早くなりますね。そうですよね。うん、はい、終わった。拾わせろよ。マナエさんからいきましょうか。マナエさんのタイム。5分4秒。5分4秒。1、2。となっております。はい。私5分14秒71です。おお。多分一番遅いかもな。4分49秒72。おお、すげえ。4分台。素晴らしい。4分33秒40。おお、昨日やったら3分50だと。早い、それは早い。ジェックさんとサナパッチさんどちらが本当に一番うまいのかっていうのがそれで分かるのでね。、あ、ビッグバトル。ビッグバトル。いいな、ビッグ。僕何もやってないから。はい、ということでビッグバトルはね今度は大黒天で勝負していただきますので、はい、はい、それでは中の人うまいよ決定戦でございますが、最後はサナパッチさんとリエックスさんでビッグバトルでね大黒天に挑戦していただきたいと思います。まずはねタイムアタックラウンドの順位が高かったサナパッチさんから先攻後攻を決めていただきたいと思います。先攻後攻どちらにいたしますか。はい、ということで、はい、サナパッチさんは先攻を選択いたしました。やはりビッグシステムにて先攻。いや、めっちゃ緊張する。キャラクターのピックを決めていきたいと思います。はい、まずは先攻サナパッチさん1キャラクター目の選択スタート。マナということで、マナの進化、インボルートさんの方で進化ですね。ということで1キャラクター目はマナの進化を選択しました。ここで入ってきてるわけです。そうです、うん、ここでカーンって入ってるわけですね。はい、では続いて高校のレックスさん1キャラクターの選択スタート。モーツァルトで。モーツァルト中心ですね。はい、中心がモーツァルト。中心。続いて高校2キャラクター目選択スタート。タンポポ。うん、うん、はい、ということで2キャラクター目はタンポポの重心化を選択いたしました。はい、続いて先行サラバズさん2キャラクター目の選択スタート。ロキ重心化。キャラクター目はロキの重心化を選択しました。続いて
先行3キャラクター目選択スタート。ロイゼ中心化、おー、なるほど。3キャラクター目はロイゼの中心化を選択いたしました。どうしても分からなくなってきた。続いて続いてリックさん、3キャラクター目の選択スタート。オセロ、おー、3キャラクター目はオセロを選択いたしました。オセロの中心化、確かに。続いて先行サラバチさん、4キャラクター目の選択スタート。読み、おー、なるほど。つくよみの読み替え。システム上書いてってこない。書いてってこない。マジ？そうですね。書いて選択してもらって全然問題ないですけど、あのバーンって出てくるのはつくよみになると思います。アルカディア。ほー、なるほど。はい、以上で選択終了となります。どちらもあれですね。うん、アンチャンプ2体に共有錠が2体。まあ、タンポポが共有錠かはさておき。はい。タンポポ。SS とかですかね。SS ってことなんですかね。うん。どういう使い方をしてくるのか。あと面白いのがタンポポがゲージで飛行なんでね。はい。あのゲージ入れなかった瞬間に地雷踏んでゲームオーバーになるって。確かに。楽しみですね。結構オセロもあれですよね。地雷を打ってないので、そこもまた厳しい戦いになりそうな。ただ何か作戦があるというような感じでしょうか。パチさんの方は全員マインスイーパー。逆にワープがほぼないって感じですかね。いや、スクリオミトロイゼが。あ、なるほど。はい。そうなんですね。なるほどなるほど。早速ゲームスタートしましょうか。はい。じゃあ5秒前からいきます。皆さんガントダウンお願いします。はい、いきます。5秒前、4、3、2、1、スタート。頑張ってください。ということでゴールド、サナパッチさん、ブラチナ、リックさんでスタートいたします。これでうまい王が決まるわけですね。うまい王が、そうです、うまい王が。私で嫌なんですけど、負けたらどうなるんですか。負けたらうまいよ、うまいよ、準優勝です。準うまいよ、準うまいよ、準うまいよです。さあ始まりました、ね、さあ始まりました。もはや王ではない。さあ一手目から、あ、これでこっちはワープ出ない。ハッチョさんはしっかりゲージ切ってきましたね、つけよ。とりあえずはこれでワープも地雷も出ないようにはしてる二人とも。うん、そうですね。大仏をやっつけると。なるほどなるほど。お、二人とも似て抜けですかね。同じような感じでほぼ誤差はないですね。互角って出た感じですかね、今ね。手動出てるから。互角。ママにも大変。オセロ怖いですね。オセロ怖いですね。怖いよね。オセロは怖いな。まあでも HP あるんでみたいな。確かに。ただオセロ場所面白いですよ。強い。お互いにほぼ同時に50。互角。問題は最終のあっこなんだ。最終のあっこですよね。最終のあっこですよね。あっこの辺が。さあさあさあ、お互いに結構ヤルックス。友情もかなり刺さってくるので、お互いにいい感じに。前のめりすぎです。もうあのカメラを見る気があるよね。モンストグループに出るタイムアタックの人みたいな。何も言わないもん。ね、うん、本気ですね。本気ですね。今パッチさんは今のところ笑う余裕ありますけど、ここからですからね、パッチさん本気になるの。急に喋らなくなりますから。僕びっくりしましたもん。あ、ちょっとワープもないしゲージもミスった。地雷危ない。さあ一歩早くパッツさんの方が次のバトルに進んでいきますね。はい、お、すげえ、ワープの間を抜けていく。あ、素晴らしい。素晴らしい、ここも突破していく。順当にね。その間順当に進んでますね。まだに当たって、はい、どんどん抜けていきますか。あとお互いどっちも、うん、あの軽い SS、はい、あのロキとオセロみたいな、うんうん、位置取りに使えるのをどこでタイミングで使うかが見ものですね。確かに。え。結構タイミングによってはね、ボスの位置取りとかもできます。オセロを使いましたよ。あ、オセロ使っていく。オセロ使って中央配置、中央配置、素晴らしい。なるほど。うまい人なんだよ、オセロ。いや、うまい方ですから。うまい方ですから。そしてもうガンガンオセロに当たっていくスタイル。さあ抜けるのかな。おー、抜ける。ここでタイミングがほぼ一緒っすね。これは素晴らしい。4秒差ですね。リクスの4秒ほど遅い。はい、そうですね。はい、ただでも気にするタイムじゃないですね。そうですね、全然追い上げれる。
素晴らしい。モーツァルトいいな。なぜ？そっか、ここでそうですね。ここで、お、田中っちょさんが抜けて、これもまた抜けて、手数一緒なのかな。3分7、3分11、4秒差変わらずです、ね、変わらずですね。もうほぼ一緒。ここで2人ともボスに突入と。はい、早い。ここからどうなるか、ここからですね。早刻点の恐ろしさ、はい、恐ろしさ。そうですね、そうですね。どうなるかわからないのがここからですね。マナがね、いると思いを壊しやすいです。おっしゃる通りです ね。オセロはね、配置によっては全然被害を被らないですけど、そこからです。ただ、かなり削っていく。バッチさんがもうほぼボスを次の手で突破できるかというような。さあ、バッチさんが超えていきました。はい、その間にレックスさんが雑魚処理を、終わったような、終わりましたね。終わりましたね。で、バッチさんはうまいことを一手で強さ雑魚処理していく。うまい、これは早いな。今のはうまい、今のはうまい。おー、運がいい。それは素晴らしい、素晴らしい。さあ、ここでリップさんの方が逆転キャラ6機を打っていく。あー、まだダメ。まあでもかなり有利ではありますけど、足が怖い。こっからリップさん結構ごめんね。そうですね、はい。え、何 SS ですか。あー、どうしよう。サナパチさん最終、サナパチさん最終まで来て、マナの SS を打ちました。マナの SS を打っているということは、もうここでザク処理を終了させたかったけど、ちょっと足りなかったかなっていうような。う、ね、ほぼボス特攻でいったらいいですかね。マシオが、マシオさんは HP の方がもう一番を切っていますよ。打つしかないですね。さあ、ドワープ入ってるので、ね、何に当たる。これオセロに当たりたい。おこれ、ワンチャン終わりますよ、これで。え、勝ちないですか、これ。おぉ、いや、いや、まだそっち当たったのか。うん、どうしよう。これは DX3 本の SS でどのくらい削れちゃうのか。これ、弱点のこと見たらめっちゃ終わったな。でも一方、その本当のもですよね、あと一息ですよね。あ、なんか残っとる。いや、大丈夫です、大丈夫です、ガンガンいけば。いけるかもしれない。ここで、これ、あー、あー、先にサラバチさんがクリア。いや、これすげえ。タイムがでもまだわからない。まだわかんないですよ。どうでしょう。さあ、どうなるのか。これ終わりだと思います。多分ですね。うん。素晴らしい。早い。よほど早いですね。すげえ。素晴らしい、素晴らしい。いや、これはタンポポの SS が光りましたね。いやー、すごい。今のすごい。あんなに素晴らしい。ここでタイムを一斉に見ましょうか。はい。せーのでいきましょう。せーの。こちら、こちら、ちゃんと6分10秒、リエックスさん、そしてパチさんが5分54秒ということ で、今回、中の人うまい王はサラバチさんに決定いたしました。おめでとうございます、よろしくお願いします。うまい王、うまい王。では、今回惜しくも負けてしまったリエックスさんにちょっと一言をまずはいただきたいなと。そうですね、はい、先にマナを取られてしまったんですけれども、うん、まずちょっとフレンドのオセロに割と助けられたなっていうのがあったので、あとは1対1して精進していきます、うん、はい、はい、やっぱ王とつくものは全部取っていくポリシーでやってるので、うん、今回も取れてよかったです。攻めていく、はい、いかがでしたでしょうか。面白かったですね。モンストのこういうモンストもモンスターもですけど、うん、まあ、知力 PS 時の運だと思っていて、はい、本当にさっきも言ったんですけど、リックスさんが弱点引いてたら勝ってたと、うん、まあ、引けなかったから勝ててないんですけど、うん、まあ、ただそれだけの差にも見えるんですけど、ただチロチロこっちでパッチさんの方見てると、はい、もうすごく丁寧に雑魚処理してやってって、うん、リックスさんが見えてたか知らないんですけど、見えてたとしたんだったら焦っちゃうんですよ、あんな丁寧に先に進まれたら。うん、
確かに。だけど弱点引いてたら勝ってたみたいなところがすげえ面白かったです。楽しかったですね。はい、ありがとうございます。ピックバトルはね結構楽しいのでね、めっちゃ緊張する。ありがとうね。やばい、ね、グランプリの選手マジやばい。やばすごい、あれ割とね、もうかかってますからね。そうですよね、割とかかってます、ね、そう、これ一人でやってるからいいんですけど、うん、4名はえぐい、4人ですよ、こういう4名すごいっすね、キララさん。ありがとうございます。そうなんですよ、いろいろね、制してきたりとか、うん、そういうことも経験して今がありますからね。そうですね、はい、いや、プロとして本当に素晴らしいと思います。ありがとうございます、よかったです。ということで皆さんもね、ぜひね、ショコとかにね、超絶とかあるのでね、ビッグバトルで遊んでみてはいかがでしょうか。というわけで中の人うまいを選手権でした。ではバイ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 。ご視聴ありがとうございます。これからもモンストとモンスト公式チャンネルをよろしくお願いします。中の人放送局もチェックしてね。動画が面白かった人は高評価お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。